どうも、あそこがキングカズ、鈴ちゃんでございます。というわけでですね、奈良市のカントリークラブ、そうです。日本唯一の PGA 公式試合、ZOZO チャンピオンシップの開催地として有名なチャンピオンコース、今日来ちゃってます。皆さんのサインありますね。21年松山のスーパーイーグル、記憶に新しい方も多いんじゃないでしょうか第2打のあの5番ウッド、痺れましたね。 さあそんなチャンピオンコースで検証したいのが月1、月3、月8ゴルファーが一緒にラウンドしたら一番の差は何なんだということです徹底的に検証していきたいと思いますさあそれでは選手の紹介していきましょう原島選手ベスト75ですよいわゆる上級者ってやつですねえー、月齢で優勝したりとかねちょっと未知の領域踏み込んでる感はありますがガンガンスコアを減らしていく スコアは減らすが、口数は減らないというね。そういった男であります。さあ、スイング見ていきましょう。まずトップ。非常に素晴らしいトップだと思いますね。でね、トップからの切り返し。これが素晴らしいんですよ。このループ。ループしていくんですね。これ、教科書通りの腕の動き。この拳の動き、皆さん見てください。ぐーっと上げて、アウトに上げて、インに下ろす。これをね、基本に忠実にこ、ここからインに下ろすんですね。 これをしていくでしょじゃあ、ループをしたらどうなんのクラブが倒れてくる、つまりシャローイングが可能になってくるんですね。これがね、なかなかベレージゴルフはできない動きなんですよ。これ簡単に見えますが、まず腕の脱力は必須。 これトップからインサイドに降りていくでしょうこのループなんですよ。大体下手な人って逆ループしてますもんね。インサイドに上げてアウトから下ろす。逆ループね。これをやったら右ペラしか出ません。しかしこの原島選手はきっちりループしてシャローイングして球を捕まえていく。だからね、球を捕まえるのが非常にうまい選手。そんなイメージですね。さあ、続いての選手は、月さんゴルファー代表。えー、おじさんゴルフ界のオゲレツ大百科こと、須藤ちゃん選手ですね。 えーまずはですね、スイング見ていくんですが、えー、ぐーっと上げる過程でね、右肘のたたみがやはり速いですねうーん。太ってるからでしょうか、非常にね、右肘すぐたたんでしまいます。でダンスインンイググのシャロイングもまあ は甘いけどもまあインサイドからなんとかかんとか入れてるという感じですがねちょっとヒップクリアやっぱりうまくいってませんね右サイドえ右腰がシャシャリ出てね手の通り道を若干邪魔してる感があるこの辺はやっぱりね改造の余地、えー、ありますよね えー、この辺はまだ疲れてないのでフェースローテーションしっかりうまくいって球を捕まえることがまだできてますねこれが後半疲れてくるとどん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 このフェースローテーション、えー、リストターン甘くなって球を捕まえることができなくなるというのが最大の弱点最近の悩みの種でございますこのスドちゃん選手どこまで原島選手に食い下がることができるのかさあそして月1ゴルファー代表は中村の大ちゃん選手ですね 36歳ということで、まだまだおじさんゴルファーの門を叩いたばかり、えー。僕の定義では35歳以上はみんなおじさんゴルファーということで、まだまだね、おじさんゴルファー界の新聖といったところでしょうかね。しかしね、月1ゴルファーなのに、ボールストライキング率非常に高いんですよ。つまりショットの総合力非常に高い選手で、こういったね、 え、アップライトの構えから、まっすぐにストレートにボールにアタックしていくタイプなんですが、シャローイングとかはまだ全然してません。しかしね、ボールを捉えるのが、ミートするのが非常にうまい。本当に月一ゴルファーなんですかね本当にね、俺、自分月一の時などこんなにいいショット打てなかったですよそして何より、何ですかこれヒラメきのすごさはふくらはげにひらメを、ヒラメを飼ってますね。 さあそれではチャンピオンコースに挑む3人の選手の勇姿見ていきましょうさすが奈良市のカントリークラブ、まあ、今回インスタートだったんですが非常にバンカーが効いてるそしてね木がねむちゃくちゃ邪魔なところにトーンと立ってるんですよあれが効いてますねこのすずちゃんのセカンドショットはちょっと左、まあ、想定内のミスですねでここのの原島選手のこの3打目は ラフに潜ってると思ったら意外にボールの下にスペースがあってちょっと下を潜ってます。で、第3打の40メーターのアプローチ40ヤード。これが大事なんですよ。須藤ちゃん、危ねえ。バンカーを落とすとこだったらこういうとこがやっぱりちょっと下手ですよね。で、最近改善されたパターン。ここに注目してください。皆さん、どうだ、どうだ、どうだ。打てたか、打てたか、打てたか。スライスライ、読み切ったか もうデストラーデの弓引きガッツポーズ出かかってましたよ入んないんですねしかしナイスパット非常にボールの転がりもちろんグリーンが速いというのもありますが芯、えー、で捉えることできてますね非常にパットが改善されてストレスがない原島選手はしっかりパーそ,、ね、そして中村の大ちゃん選手呪われたようにバンカーに捕まってトリプルボギーとなってしまいましたそして12番ホールですね 非常にバンカーが効いてるんですよ、これも須藤ちゃん、素晴らしいショットですよ、しかしバンカー入ってました、やっぱりチャンピオンコースはバンカー多いね、そして効いてる、で、原島選手はこれね、珍しく球が捕まらず、右の林、そして林の中からのこの原島選手の第2打、スーパーショットが、えー、飛び出ますね、9番アイアンを右足寄りにボールを置いて、ロードローを打っていくんですよ。 これもほぼグリーンに届いてましたね。ちょっと手前でしたが、これがすごいね。やっぱりね、僕らのようなアベレージゴルファー、こんなアレンジショット、なかなかね、頭で分かっててもうまくできません。これをやってのけるんですね、うまい人っていうのはね。対して、須藤ちゃんの2打目はどうなんだまあ、最悪ダフってもと思って打ったら本当にダフりました。ここら辺がさすがアベレージゴルファーですね。 で、三打目。これが大事なんですよ。これをきっちり乗せて、うん、あわよくばパー。もしくは最低でもボギーに抑える。こういったことが大事になってきますね。うん、ナイス音ですね、これは。さあ、そしてパーパット。これは入れるというよりもきっちり距離を合わせていくことが大事です。しっかりとスライスラインを、しかしこれね、ラインを気にしすぎて打ち切れてない。あのね、補足を忘れてるんですよ。で、ボギーパット。 これが大事ですよここを決めきれることが最も大事、やっぱり切れた右にぶち切れましたね、さすがチャンピオンコースのグリーンさあ、パー3は、これ、原島選手ね、少し引っかかってるんですが、それでもきっちりグリーン乗せてくるんですよ、ここら辺がさすがですよね、ミスしてもグリーンは外さない、そして須藤ちゃん選手はこれ、いいショットでしたね、えー、グリーンセンター、捉えてました、ちなみにピンは右奥、非常に難しいところに、ね、切ってありましたね。 しかし、一番いいショットをしたのが月一ゴルファー代表、中村の大ちゃん選手ですよ。本当に月一ゴルファーかっていうぐらい、捕まったナイスショットでした。そしてまた須藤ちゃん、ミス。また補足を忘れてるんですよ。古賀選手に怒られますね。補足をまた忘れた。さあ、大事ですよ、このパーパット。結構な距離を残したが、どうだ、どうだ。これを決めきれる力がある。今の須藤ちゃんのパターンの。 やっぱ好調さ伺いますねこの日の原島選手、ドライバーあんま調子よくないんですよ、結構こういうね、えー、逃した球というかね、ちょっと逃げた球を打っていて、前半は本当、調子悪かったんですが、しかしスコアきっちりまとめてくるのがね、上級者ですよね。須藤ちゃんはナイススティンガーで、えー、ちょっとフェアウェイこぼれてましたが、まあ、ラフで止まってました。 で中村の大ちゃん選手、月石ゴルファーとは思えないボールストライキング、非常にうまいですね、ティーショットが。 でね、フライヤーするかどうかのラインの見極めが非常に難しかったですね、今日ね。これもフライヤー警戒して打ったらフライヤーせず手前でしたね。かと思うとね、フライヤーしねえだろうと思って打ったやつが、えー、全然グリーンの奥にフライヤーしてってペナルティーエリア入るなんていうのもありましたよね。しかしグリーン周りのアプローチが今日良かったんですよ、須藤ちゃん。そしてパーパット、これ大事だよ。いいボールスピードで入れてるこの距離を入れ続けるというのがね、スコアメイクで非常に大事になってきます。 そしてこれ、えー、みんなトラブルになってましたね、このホールは。須藤ちゃん、これ悪いショットじゃないんですが、あの大木のうーん邪魔になるスタイミーなエリアに行くんですね。うんうん、で、原島選手はこれ、右のバンカーの変な縁のとこ止まってました。で、中村の大ちゃん選手も捕まったいいショットなんですが、これも須藤ちゃんと一緒、大木が邪魔で、スタイミーで打てない、そんなとこに飛んでしまいました。これですよ これどうやって打つのこれはもうフルショットできないですよね。フルショットしたら、えー、バンカーに体が落ちてしまいます。スタンスも取れない。えー、ラインを出して、木にちょっと当たったが、たたまあ、ナイスレイアップですね。で、問題は、須藤ちゃんのこれですよ。えー、このね、ピンの位置がね、大木の幹のね、すぐそばというか、その奥なんですよ。なので、156ヤード、8番円ヤでもう右からインテンショナルフックかけたるぞ えー、葉っぱに当たってぽとりと下に落ちました。これですよね、アベレージゴルファーの悪いところ、えー、無謀なインテンショナルフック、できもしないことを本番でやるというね、インサイドからきっちり入れてるんですが、シャローに入りすぎて、ちょっと噛んでますよね、手前の芝もね、でザザザって感じでフェースがかぶりすぎて、で木に当たってぽとりと下に落ちると、これですよね、やはりね、えー、練習でもやってないようなことをすぐやっちゃう。 これがアベレージゴルガーですよね。で、3打目。これが大事ですよ。ここをしっかり乗せることが大事。まあ、ちょっと右すっぽ抜けましたが、まあ、グリーン、センター乗ってました。まあ、よしとしましょう。で、これを2パッドで入れて、ボギーで、同じ。こういうもう、ゴルフですよね。この日のスドちゃんのパー3のティーショット、ほぼ完璧ですよね。これも素晴らしい球でピンを刺したんですが、 ちょっとグリーンをオーバーして、ほんの少しオーバーして難しいところに飛んでるんですね。ラフに。で、中村の大ちゃん選手も一緒なんですよ。これす晴ばらしいショットなんですよ。しかしね、ちょっと奥に外してるんですよ。そしたら難しいアプローチが残ってしまいます。そして原島選手はこれヒール食ってていい当たりではないんですが、きっちりグリーンをしてくる。ここら辺ですね。見てください、これ。非常に難しい。ライの。 えー、左足下がりのね、これは読んねえだろという奥からのアプローチしかし寄せてくるこれは素晴らしいアプローチできましたね。これはもう、須藤ちゃん選手スーパーパーですよね。これはナイスリカバリー。ああ、走ってますね。太ってますね。ここで須藤ちゃんにミスが出ます。これね、うまくインサイドから入れてるんですが、ドヒール食ってるんですよ。まさにハイヒールもぼこですね。 ハイヒールももくになったらもう地獄。これ、林から一発で出ず、これが4打目なんですよ。ここら辺のリカバリー能力のなさもね、痛いですね。で、これは思ったよりスライスしない。ミスにミスが続きます。さあ、これがボギーパットですよ。ちょっと入れるには長いか、これ。これを入れていかないと原島選手には食い下がれねえぞ。外した。痛恨のダブルボギーですよ。 こういったところですね、ここまでね、原島選手に食い下がってきましたが、ここで2打差がつきます。お出ましたね、おじさんゴルフ界のミシェル・ウィー、中村の大ちゃん選手の独特のパッティングスタイル、まさにテーブルトップですよね、えー、僕は見てるだけで腰が痛くなりますで。ここまで原島選手に1打勝ってたんですが、このパーとダブルボギー、ここでね、逆転を許します、こういったところですよね、やっぱり。 そして18番のこのティーショット、本当にうまく出ました。非常に狭い。バンカーとバンカーの間のフェアウェイにスティンガーで置くことができた。これは素晴らしいショットでしたね。そして2打目のレイアップ。ここでね、実力差が出るんですね。原島選手、素晴らしいレイアップに対して鈴ちゃん、なんだこの球は右すっぽ抜け。なんでこうなっちゃうのフェアウェイのど真ん中から。 で、むっちゃ難しいライ。ン、なんかね、ディボット跡みたいなね、ほとんど土の上から打ってるんですよ、これ。もうレイアップ失敗するとこういうことになるんだよ。そしてこれは目玉ですよ。やっぱりこうなるんですね。二打目の失敗から。ね全すべてゴテゴテに回るんですよ。で、これはもうフェイスを思いっきり被せて、とにかく出すだけ。もうよく一発で出ましたね、この目玉ね。そしてこの後、すどちゃんのスーパーアプローチ飛び出るんですが、なんと 再生ボタン押したつもりが押せてないこれですよね、ユーチューバーとしての安定感も非常に欠けるおじさんユーチューバー、アベレージユーチューバーの真骨頂ですね、これがね、スーパーアプローチで寄せて、なんとかワンパットでしのいでボギーでしのぐんですよ、これ、取れてないいやー、なんとかね、原島選手に2打差食い下がってますが、ああいったね、フェアウェイのど真ん中からのレイアップ、しょうもないミス。 こういったものが上級者っていうのはないですよね。ああいったしょうもないミスしてるとね、やっぱりいつまで経っても勝てないなっていうイメージありますね。やっぱりミスはしますよ、もちろん上級者も。しかしね、ミスの幅が狭い。やっぱそこなんですかね。前半はそんなイメージでしたね。で、中村の大ちゃん選手50叩きましたが、これね、バンカーに呪われてる。全ホールバンカー入れてました。さあ、そして後半一発目。 原島選手、ここからぐーっと技を上げていくんですよ。ドライバー、今日一出ましたね。相当飛んでます。そして須藤ちゃん選手、負けらんねえぞー。ナイススティンガー。コースなりのロードロー打てましたね。素晴らしい球で、これもフェアウェイど真ん中。中村の大ちゃん選手、続いたー。これもいいボールだ。まあ、右のラフには入ってましたがね。素晴らしいボール。 さあこれはいいとこから打てましたね。8番アイアン振り抜いて、えー、ピン絡んできました。やっぱりね、チャンピオンコースのフェアウェイは本当素晴らしいですよ。いいで、これも中村の大ちゃん選手、月1ゴルフはと思えないスーパーアプローチで寄せてきました。で、バーディーパットですよね。これはきっちり距離を合わしていきたい。無理に入れに行くとだめよ。うん、これはナイスですね。 こういったパーを増やしていきたい。バーディーパットをどんどん打っていく。そんなパーをね、増やしていきたいですよね。それはみんなそうか。それは俺だけじゃないよな。そして、出ました、ミシェル・ウィー。テーブルトップからのナイスボギーですね。うんうん さあ、ここでスドちゃんの強ょちショットが飛び出ます。少しティーを高くしてね、スティンガーよりも少し高くして、思い切って振っていきました。ここで振れてきたぞ、エンジン全開だぞという矢先、ミスが出ます。痛恨のミスが出ますよ、これ。見てください、ちょっと右向いちゃってるの分かりますこれですよね、アライメントのミス、これ本人気づいてません。 で、左の方に体は勝手に反応してピンの方に振っていきますので引っ張ってしまうんですね。バンカーに危なく落とすとこだったが難しいラフに止まってました。しかしこの日の須藤ちゃんのアプローチは素晴らしい。ふわっと浮かせてきましたね。そしてパーを望みをつなぐそんな位置まで持ってきました。気合でねじ込め猛烈に切れた。これですよ、チャンピオンコースのグリーンは。 打ててないのもあります。中村の大ちゃん選手はナイスパー。さあ、そして須藤ちゃんの新しい相棒を紹介していきましょう。ショットナビ、ボイスレーザー、レッドレオ選手。この選手は非常に使いやすい。値段もお手頃ですしね。お、須藤ちゃん、企業案件かなんつってね。えー、一銭ももらってません。一銭ぐらいくれ。さあ、パー3、気を取り直していきましょう。ここは素晴らしいショットを打てました。 えー、右のね、この木が効いてるんですよ、だからドローで右から回すということができません、えー、このドローヒッターはこのラインに飛ばすが精一杯非常に難しいですね、やっぱね、このコースね、木が効いてる、で、うん、これもいいパットだが、しかしこの開始の、この短い距離を外してボギー、言いたいね、さあ、きっちり取りたい、ここはパー5ですね。 ここは左の少しファーストカットを言ってましたが、悪いショットではありません。球はきっちり捕まり続けてます。しかし、このレイアップまたミスだ。これ左右にバンカーあって、どっちも入らないクラブ選択したんですが、これね、アゲンストで戻されてね、バンカー入ってるんですよ。これだけはやっちゃいけない。しかし、スーパーショット出ました。7番ヤンヤン炸裂ラインだし、しかしこれもなんと、 バンカーに入ってるんですね、もう嫌だ、本当に難しい、このコース、何なんですか、これ、このとんでもないアリソン・バンカー入ってましたよ、こんなの一発で出ねえよ、この野郎、一発で出したスーパーショットね、各自で飛び出してるんですがね、本当にね、スーパーショットがスコアにつながってない、これがベレージ・ゴルファーなんでしょうね。 原島選手はね、スーパーショットきっちりスコアにね、つなげてくるんですよ。で、バンカーに呪われた男、中村の大ちゃん選手ですよね。やっぱり入れてます、アリーソンバンカー。月1ゴルファーに、ここを一発で出せ。それはもう無理難題です。月に1回しかゴルフしてない人にね、ここ一発で出せってね、それもう無茶苦茶ですよ、言ってることが。これ2発目で出たらすごい、はっきり言って。 きっちり出してくんですね、これはすごいですね、さすが全ホール、バンカーに入れてる男ですね、原島選手はもちろんこんなバンカーには入れませんさあ、このパーパット、これ大事ですよ、スーパーショット2連発の、これをスコアにつなげていきたい、入れたい、入れたい思いが強すぎる、ね、強い、なのいい井の上尚親ぐらい強い、<laughs> これは打ちすぎだって、さすがに。 もう上りを見たっていうのもあるんですが、ちょっとこれは入れたかった、そして入れたい気持ちが強すぎた、大オーバーのね、大チョンボですよ、そして大オーバーの強いパットの次はお決まりですよね、弱い、春うららぐらい弱い、お決まりですよね、ダブルボギーです。こののホールのティーショットが超むずい これね、距離のあるパワー4なんで、左にレイアップしてもいいんですが、セカンドむちゃくちゃ残るんですよ。のなので、僕と原島選手はこの上、この木の上狙っていったんですが、須藤ちゃんこれはダメですね。右すぎます。この正解をちょっと教えてほしい。この後ね、中村の大ちゃん選手は左に刻むんですよ。左に打つんですが、相当距離残ります、これだと。で、結局中村の大ちゃん選手8打かかってましたね。 誰か正解を教えてください、これ、原島選手のトラブルショット、これはもう、木の根っこについて、もう万事、キュス、これは無理、しかしね、ボギーでしのぐんですよ、で、これね、須藤ちゃん、笑ってますけど、このあと、須藤ちゃんも全く同じとこについてました、で、須藤ちゃんはダボですよ、さあ、そしてここで、須藤ちゃんの iPhone の充電、ぶち切れました、えー、モバイルバッテリーを忘れるというね、YouTuber にはあるまじき行為、やってしまいましたね。 そして後半どうなったなんと上がり3ホール3連続トリプルボギーの大チョンボまさにリオのカーニバル大開催してしまいましたやってしまいましたよ最後最近の課題疲れてくるとね二重振り子が機能しなくなって右へのミス、えー、三子スリーハン連発ですよそれにしてもね最後の最後までの原島選手といい勝負展開しておきながら トリプルボギー3連発で最終的に13打差離されましたよ。これがゴルフですよ。怖いですね。さあ、それでは最後、ナイスショット集見ながら総括していきます。結局、アベレージゴルファーと上級者の差は何だったのかズバリミスの質これに尽きると思います。 本当にね、上級者っていうのはね、ミスしますよ、もちろん人間なんで、いっぱいミスするんですが、しょうもないミスしないんですよ、ミスの質が全然違うんですよ、我々とは。もうね、今日何回ありました、篤ドちゃんのしょうもないミス、いっぱい皆さんにお届けしましたよね、しょうもないミスをね、パー5の第2弾のレイアップをね、アホみたく難しいところに打っちゃったりとかね、ああいうね、ボンミス、しょうもないミスしないんですよ、ミスの質が全然違う。 あいあたアリソンバンカー入れたりとかもうそういう,なんだろう大た,たきに大直結するようなミスをしない。はっきり言ってねナイスショットの数中村の大ちゃん、須藤ちゃん、原島選手これね、ね変わんなかったと思うんですよナイスショットの数は。しかし80点のショットをいっぱい打っても20点のショットがあったらもうスコアを崩すこれがゴルフなんですよ。原島選手 50点以下のショット絶対しません<ー>これだと思いますねやや須藤ちゃんとか中村大ちゃん選手はやっぱりやっちゃうんですよ20点以下のショットこれだと思いますね <laughs> ここに宣言します須藤ちゃん今後一切大カーニバル起こしません大カーニバルから卒業します<笑><笑>